僕はあのフリーエージェントで中日行っちゃったんですけど、それであれは拉致監禁ですから、星野選手の拉致監禁です。4球団を渡り歩き、先発抑えでタイトルを獲得した技巧派投手武田和弘さん。あ、風呂場で差しはあります。裸で一本足見ましたもん。バッティングがこうやるんだって教えてくれる。昨年までロッテの監督を務めた元メジャーリーガー井口忠人さん。お二人と一緒に野球尽くしの楽しい1時間、早速行ってみましょう。野球トークバラエティダグアウトプレイボール。続いてのテーマに参りましょう。俺のベストナイン。今回は武田さん、井口さんが選ぶ俺のベストナイン。ルールは2つ。ベストナインには必ずゲスト自身もオーダーに入れること。メンバーは現在活躍中の選手からご自身の現役時代プレーしていたレジェンド選手の中から選出。どんなベストナインになるのか。では早速武田さんが選んだベストナイン見ていきましょう。こちらです。まあ対戦してる人から今までですけどね、はい、まあ、僕は本当はまあ王さんなんですけど、はいはいはい、まあいやすごいメンバーですよ、ね、えポイントどこですか。ポイントですか、はい、ポイントやっぱ2番井口じゃないですか。やっぱセカンド井口さんですか。やっぱり、でもあのやっぱりここいいメンバーですよね。いいですよ、すめっちゃくちゃ強いです。すごい流れがもう想像できますよ。9番がいらないんですよ本当はね。いや僕はもう全然いらないんですけど。いやでも武田さんがその先発でじゃあ投げるときに、このメンバーが後ろで守っててくれたらいいなとか、こういう人がいたらなんかこうちょっと気持ち落ち着いて楽しくピッチングできるなとか、なんかそういう人もこういたら、いやいやもう秋山さんの守備なんかもうめちゃくちゃ良かったですよ。あ、やっぱすごいですね。僕が投げてカーンって右中間とか打たれるじゃないですか、はい、あちゃーと思うじゃないですか、はい、さあ秋山さんトントンって取りますね、うわーありがとうございますって言ったら、え普通だけどって言う。さすが秋山さん、かっこいい。そういう感じだよね。いえ秋山さんの守備は良かった。あ、そうですか。僕は落合さんを4番にしたのはやっぱ落合さんすごいバッターで、僕あの3年目にオールスター初めて出たんですけど、うん、まあ、ちょっと抑えやってたんで、はい、まあ、調子こいって言うじゃないですか、はい、でまあ、真っすぐで勝負してやれやみたいな感じじゃないですか、はい、そしたらバックスクリーンにホームラン打たれたんですよ。でも見送ったと思ったんですけど、バット出てくるんですよね。見送ったと思ってからですか。スイングが早いんですよ。投げて大体あ見逃したっていうのを大体感覚で分かるんですけど、はいはい、それがやっぱりこうファールにされたりとか、やっぱ甘いとボーンってホームランバックスクリーンに打たれたんですよ。その時に落合すげえと思って。お話はしたことはありますか。ありますあります、全然あります。どういうことをお話しされる、どんな方ですか。いやどんな方ってあのままですよ。あんな感じですかなり上から目線です。もうそこからのこう5-6のダブル松井、これもすごい ね、 ね、まあ、松井秀喜、松田入ってますから松田、応援なんか一人盛り上げ役じゃないですか。これ元気チームに必要なんで。あキャッチ田村さんですか。城島じゃないです。田村さんですか。いや田村さんはやっぱりキャッチングとかスローイングとかリードとかもう僕はもう育ててもらったんで、一番いい。扶養家族なのにいいんですか城島。城島は扶養家族だけどあいつは裏切るんで裏切ったんですか。まあ田村さんが今でも一番いいキャッチャーだなと思ってて、だから教育係で田村さん来たんですから城島のためにですか。そうですよね。松さんは城島レギュラーの年の自主トレーを田村さん連れてって田村さんと同じ部屋にして一緒にやったんですよ。その時から扶養家族だったんです城島。田村さんと武田さんが一緒に育て上げたと言っても過言ではないってことですね、うん、いやそんなことはないと思いますよ。だからまあ彼は本当へこたれない根性がやっぱり普通の人間とはちょっと違う。まあそうですね。工藤さんと武田さんに育てられましたからね大変だったと思いますよ。まあでもへこたれないって大切ですよね。それはもうやっぱ大切なんですね。確かに。井口さんとの対戦はどうですか。いやいや実際に僕ね日本シリーズでしかもう対戦してないんですよ。すごい印象深いですよ。その日本シリーズで初めてやった時に
アウトコースのいいとこだったんですけど、あれストレートかカットボールか、うん、カーンって打たれて、コース良かったのになと思って、これやばいやばいと思って、そういう印象があります。スピードそんなないんで怖さはないんですけどね、はい、まあ、ただあのうまくこうね打たされるっていう感じはありますので、あ、はい、なんかいやらしいですね。いやらしい感じですね。それを目指してたんで、あ、いやらしいキャッチャー。では続いて井口さんのベストナイン見ていきましょう、はい、こちらです。ああもう、あ、イチローさん井口さんっていうこう流れが同じ、一緒だね、結構同じ選手多いですね。そうだね、ダブル松井ですね。僕はねこれほぼ同年代です。そこの上の一つで、まあ、下もいますけど、はいはい、そうですね、はい、また8番に小笠原さんっていうのちょっと嫌ですね。なんか贅沢な8番だな、これは、怖い。一番自分の置きどころが難しかったです。あ、分かりましたか。、はい、ちょっと武田さんと、まあ、逆にはなるんですけど、松井一夫さんが先で秀樹さんがまあ4番と、そうですね、あの機動力ってとこで、あの松井一夫監督ですかね、今を前にしておいた方がですね、はい、こうベストナインとかやっぱあのすごかったショートの方挙げてくださいって言うと、いや絶対皆さん松井一夫さんって挙げられるんですよ。いやもうズバ抜けてました、一人だけ。やっぱりすごいですか。はい、まあ、守備もそうですけど、まあ、打つ方もですね、スイッチで長打もありますし足も速いですし、いや僕もあのデビューの時ショートだったんで、もう松井一夫今監督いたんで、まあ、これはもうショートではベストナインとかゴールデングラブ無理だなと思いましたもん。へえ、はい、と思うぐらい、はい、まあ、セカンド打つって正解だったと思います。で4番が大木さん、松井秀喜さん、同級生です。同級生、うん、嬉しいな、はい、同級生、同級生です。松井秀喜さんの印象は、本当にスイングが速いです、うん、セカンド守ってても、あ、これ見逃すだろうなと思ったらバッと出てきて、うん、それ引っ張った打球がまた来るんで、キャッチャーもみんないますよね、見逃したと思って出したら打たれて、へえ、はい、5番が城島さん、はい、これちょっと来ました。いや何も出ないですよ、今から。いやでも本当に天才です、彼は。天才、バッティングが天才です。はい、まあ、ずっとあのホークスの時、まあ、2人一組でバッティング練習するので一緒にやってたんですけども、もう彼に言ってること僕理解できないぐらい天才でした。インコースの打ち方とか、はい、ちょっと人と違う感性なんですか。いやでもそれも簡単ですよ、こんなのって言ってやるんですよ、彼は。イラッとくるんですけど、へえ、だから自主トレの時に97年かの時ピッチャーの練習させたんですよ。 バット持ってこなくて、え、素振り一回もさせなかったんですよ。ピッチャーの練習だとどういう、走るだけです。バット持ってこないで、でもその年3割打ちましたからね。自主トレにバット持ってこないで、それどういうことを、バッティングのことばっかり考えちゃうんで、もうダメだって言って一回もうバットは離れろと。はい、はあ、3割打つ天才なんで、極端なやり方なんですね、城島さん、ね、そういうとこ天才、まあ、天才で、またこの城島さんからの松中さんですよ。いやだからね、こう松中さんを4番にしてないんだよね、井口さんはね、6番なんですね、うん、はい、まあ、城選球眼もいいですし、出塁率も高いですからね、ちょっとランナーバッと置いてのここ、三冠王に、うわー、はい、DH 入れていいんだったら松中はやっぱ入れるな。あ、入りますか。入ります、そうですよね。これももしですよ、井口さん、はい、松中さんが、いや俺4番じゃなきゃ嫌だよって言ったらどうしますか。いや使わないですよ。全然使わないです。そういうこうチームの輪を乱すやつは使わないです。やっぱ監督としての目線で、はい、やっぱそういうゲーム困る。同期入団ですし、はい、もうずっとあの学生の時あのジャパンで一緒だったんですよね、はい、それは僕は言いたいこと言えます。あの臨時コーチにも来てもらいました。監督の時ですね。井口さんじゃないと言えないね、これは。もうちょっとなんか安心しましたね。じゃあ井口さん、逆に DH なしでピッチャー入れるとしたら誰ですか。僕はピッチャー先発ですよね、はい、僕は黒田じゃないですかね。黒田さん、まあ、もう同級生っていうのもありまして、黒田さんの凄さはどんなところに感じますか。いや、タフですよね。タフです、本当にタフです。もう大学の時から対戦してるんで。そっか、大学と専修大学で。あのタフさはちょっとなんか打席でも威圧感あります。もう大学生の時からああいうこう風格どっしりした。はい、そうです。でも井口さんだって変わってないじゃないですか、大学の時なんか雰囲気。
黒田さんがさ、カープ帰ってきてからさ、俺シーズン終わったからロスに帰りますってっていうニュース見た時やっぱひっくり返ったもんね。あ、ついにそういう時代になったんだと思うね。ロスに帰っていくんだっていうさ、あれ感激しちゃったもんな、ちょっとかっこいいっつって。で、中村さん、あ、すごいわ、7番なんですね。この人もすごかったもんな。ノリは僕も入れようと思ってたんですけど、松田にしてたんですけど、やっぱ同じバットマンからするとやっぱり中村さんは、いや、すごかったですね。守備もうまかったです、ね、守備うまかった、はい、守備は上手だった。守備のこと皆さんおっしゃいますよね。はい、守備もあって、すごい打線だこれ。で、ガッツさん、ガッツさんストが、いやガッツさんね、打率も高いし、うん、長打もあるし、うん、僕3割4分打った年、ガッツさん3割6分ぐらい打って、首位打者取れなかった時あったんですけど、ハイレベルな、3割4分で取れないんですよ。すごいな、ハイレベルすぎる、それはやばいな、はい、すげえ時代だ。で、この谷さんね、谷さんいい味、うん、ちょっといい味だね。いやらしいバットでしたよね。そう、いやらしいバットを、まあ、あえて9番に、あえて9番に、うん、やっぱ世代がね、こう世代がありますね、ちゃんとね、世代感があります、うんうん、いや、でもやっぱり共通してる選手も多いですし、うん、そうなんだよな、うん、わ、どっちも面白そうだな。いや、どっちも強いからね、これは。ちなみにルールには入ってないんですけれども、ここにもし中継ぎと抑えを加えるとしたら誰を入れますか、武田さん。武田抑えもやってたんで、はい、あの自分で先発と抑え両方やりますか。武田抑えもやってたんで、なんなら、いや、抑えは僕入れるのは赤堀です。おー、やっぱ赤堀はコントロール良かったですよ。あんなアウトコースの控えにコントロールいい抑えいなかったですよ。へー、赤堀。では井口さん、抑えはやっぱ岩瀬ですかね。あー、はい、やっぱスライダー、はい、岩瀬さんと対戦は同級生ですから、そうか、そう、はい、まあ、びっくりするような球ないですけど、まあ、コントロールいいですよ、でスライダーいいですしね、うん、やっぱり何が違いますか、他のピッチャーと。やっぱ軌道が違うので、うん、インコースこう見せられると振った時にはもうなんか右足に当たりそうなぐらい来てたりとか、はい、ちょっと曲がりが遅いんですかね。僕はそのアイツルーキーで、岩瀬、サムソン、落合、ソン・ドンヨルだったので、リリーフが、はい、5回まで何とか行けばみたいな。まあ、岩瀬はルーキーでしたけど、ちなみにソン・ドンヨル どうでしたか。いや、すげえ球投げますよ。やっぱすごかったですよね。なんかね、アンパンマンにしか見ないですよ。それはもう顔の話ですよね。ソンさんってストレートをこうやって握るんですよ。ああ、この第一関節を立てて握るんですよ。俺できないんですけど、普通の人でこうやって握るじゃないですか、うん、そうなんです、こうやって握ってるんですよ、ストレート。え、なんかすごく疲れて、ちょっと指立ててるぐらいですか。そうそう、だからあんだけスピンかかるんですよ。へ、でもこれやっ誰もできないですよ、こうやって投げる、こういう感じなんですよ、ストレート握ったら。だからやっぱスピンが多いの、難しそう、すごいんですよ、独特ですね。いや、あんな人いないですもんね。そうなんだ。そんな夜。さあ、では続いては教えて野球塾。野球をしている小学生からのさまざまな質問に対してお二人に答えていただきます。今回どんな質問が来ているんでしょうか、こちらをご覧ください。今回はビビルさんの地元埼玉県春日部市の牛島バッファローズの皆さんからの質問。どうしたらフライがうまく取れますか。俺も取れなかった。ガムは何で噛んでるんですか。どうやったら遠くまで打つことができますか。ボールを一球一球ちゃんと見ている。ピッチャーでマウンドに上がった時の心構えはどう考えていましたか。全力で全部投げます。体を大きくするためには何を食べたらいいですか。ピッチャーでどうやってストライクが入るようになりますか。家でできるピッチング練習はありますか。寝転がって真上に投げてそのボールをキャッチする。効きますよね、これね。バッティングで意識していることを教えてください。バットを水平に出すことを意識しています。武田さん、井口さん、張り切ってお答えください。ではここからは実際にボールとバットを使って実演をしながら質問に答えてもらいましょう。井口さんからお願いします。じゃあバットをね、
渡します。はい、はい、お願いします。何の実演をさて、ではお子さんからの質問ありました。はい、どうしたら遠くまで打つことができますか、バッティングでどんなことを意識してますか、こちらにお答えください。はい、そうですね、まず遠くへ飛ばすっていうのはみんなこう一生懸命遠くに飛ばそうとすると、どうしてもこう上半身だけでこう一生懸命振ろうとするんですよね。はい、まあ、ただ腕の力より絶対足の力の方が強いですから、しっかりまず下半身を使って腰の力、最後にこう腕の力を伝えて打つってことが大事だと思うんですね。まあ、その中でもしっかりとまずステップすることが大事ですし、どうしてもみんな当てようと思うとこうトップテイクバックが小さくなっちゃうんですよね。当てに行こうとするん で投げるとき考えてもらうと、投げるときこうやって投げる人いないですよね。投げるとき必ず大きく取ってここから投げるんで力強く投げれますよね。打つのも一緒で、ここからだと強く振れないですよね。しっかりとやっぱり引く、弓矢のようにグッと引くのと一緒に上半身下半身をしっかりこう割っていくってことが、まず力強いスイングができる一つなんですよね。まあ、これがまずできるってことが大前提ですね。はい、遠くに飛ばすということは、はい、野球少年たちがなんかプロ野球選手のこの方のスイングを真似するっていうのは、ああいうのはいいんですか、はい、悪いんですか。いや、いいことだと思います。いいことですか。はい、もう本当にいろんな選手の打ち方を真似してみて、自分がどれが合ってるのかっていうのを、人それぞれみんなあの体のこう体型、その腕の長さだったり力だったりみんな違いますんで、自分にまず合うバッティングを探すってことが一番大事ですよね。はい、井口さんはその小さい時ってどんな練習してました。はい、まあ、とにかくね、バットは全力で振ってました。あ、全力で、はい、素振りですか。あの、数じゃなくて全力で、とにかく少ないスイング数でもいいので、まず全力で体にそのスイングを覚えさせるっていうことが大事ですよね。まあ、あのゆっくり何回振ってもあんまりこう体に身についていかないので、スイングの力がとにかく全力で振ることによってスイングスピードがどん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 速くなってくるので、じゃあそれは小学生の時からもうやった方がいい。はい、そうですね。だから1日100とか200じゃなくて、もう50でも30でもいいんで、全力で振るってことが大事だと思います。あ、じゃあまずは全力で振れそうな数から設定してちょっと増やしていくみたいな。はい、そうですね、全力で振るとあのしっかりとこう足腰もこう耐えれるようになってきますので。バッティングフォームで気をつけてること何ですか。その全力で振るっていう練習の他に、はい、フォームで気をつけた方がいいこと。あの、今いろんな理論が出てきてるので、その少しこう下から出した方がいいとかあるんですけど、実際バットってこうヘッドが重いんで、普通に上から振ろうと思っても絶対ヘッド下がってくるんですね。だからこの自分で打ちたい角度と自分のこう認識している角度が一致することが大事ですよね。写真見た時はここ下がってるんですけど、実際その角度求めると絶対低くなっちゃうので、自分の上から出そうとった時にどの角度になってるかっていう、これが分かると自分がどういう角度でしっかりボール捉えてるのかって分かると思うんで、はい、王会長でもやっぱり、ね、一生懸命練習の時はこうやって打ってるんですよね、素振りでも。でも実際試合で見るとこうすくい上げてるように見えたりとか、実際のやっぱスイングって自分の思い描いてるスイングと違うんですよ。だそれを、まあ、今ねその携帯とかでよく見れますから、それをこうしっかりチェックして自分の感覚と映像とこうマッチさせるとか大事だと思いますね。井口さん、そうボールがバットに当たる瞬間っていうのはもうご自分で見えてるんですか。見えてます。へえ、はい、すげえ、はい、勉強だった。見えてるんですね、はい、すごい、やっぱ動体視力だ。本当にこうボールスイングの中でボールを捕まえる人もいるし、はい、僕はボールをあの手でこうやってグッと捕まえるイメージで打ってるんですね。捕まえるイメージ、はい、そうするとあの外 の, あのアウトコースとかでもこうグリップがずれないんで、こうスライスしていかないんですよ。右方向の打球がこう捕まえるんで、ヘッドがこう走るんで、まっすぐの打球が全部いくんで、はい、まあ、そういうのもね、また一つのコツというか、はい、平行にスイングするようにしてますっていう子がいたじゃないですか、はい、それはどうですか。あ、それもいいと思います、うん、はい、あのまたねこうだん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 力ついてくると、少しこうね、あの体の体幹も使いながら、あのバットのヘッドをうまく使えるようになってくると思うんで、その後平行に振りながら、じゃあ自分がバットがねどういうこう今スイングをたどってるかっていうのもチェックするといいと思いますね。あ、はい、ありがとうございました。すごい。続いてピッチャー武田さんの実技指導。こんな質問ありましたね。どうしたらストライク入るようになりますかという、投げ方や意識についてお願いします。これはこの質問は斉藤和美も僕にしました、ルーキーの時に。投げ方ね、まあピッチャーってやっぱ抑えたいって思うじゃないですか、うん、そうすると力むんですよ、うん、そうすると体が全部突っ込むんですよ、うん、で手が遅れるじゃないですか、うん、それでシュート回転したりコントロール悪くなるんですけど、だから全部シャドーピッチング多分一番大事だと思うんですけど、いつも同じフォームで自分が投げれるようになることが一番大事です。だからバッティングも一緒じゃないですか。だからまあ素振りの代わりにシャドーピッチングっていうのは結構大事です。
シャドーピッチングですか。はい、僕は、まあ、自分でも、まあ、ネットに近くでいいのでネットにこう投げる、そんなにたくさん球投げても肩壊れない程度、コントロール良くなったのは本当だから自分がこう、僕は目を切ってたんですけど最後の方、そうすると自分のフォームで投げれるんでいつも同じところを通るっていうイメージなんですよ。目を切るっていうのは、はい、もう 見ないってことですか。フォーム見るとやっぱあそこに投げたいと思うと、はい、顔が出るんですよ。あ、顔が出ると手が遅れるんですよ。わかります。今マウンド傾斜がこうあって、はい、そうするとこうあそこに投げたいって言うと顔が出るんですよ。あ、そうすると手が遅れるんで、じゃあ投げたい方向を見ない。見ないです。だからもういつもそれはシャドーピッチング練習しなきゃダメですよ。あ、いつも同じフォームで自分がこうどんな球も投げれるようになると、まあ、そんなに間違いがない。だからまあ今の質問、斉藤和美が本当にプロ入った時にしてきて、どうやったらストライク投げれますかって言うから、いやもう見るからなストライク入んないんじゃねって、でも三塁見てホーム投げたら多分大丈夫だよって言ったら沢村賞ですよ。うわじゃあもう手、ボールが離れてから見るって感じですか。いやもう自分の方に投げるんで、はい、手がいつも同じとこ通るように。ああ、だからあんまり向こうはあんま意識してない。あんま意識しないようにしてないんですか。でアウトコースと、僕はアウトコースとインコースの投げ分けはその足つく足の親指の向きだけだったんで、だからこう行ってインコース投げたい時はちょっとこう内側に親指を置く感じにするんですよ。そうだったらこうちょっとするんですけど、もう本当自分感覚ですね。へ、だから小学生の皆さんはまずもうシャドーピッチ、シャドーピッチが大事、素振りと一緒、本当に一緒で。あ、そうか。どうですか、あの小学生ぐらいの時だと野球以外のこともやっといた方がいいですか。例えばあの水泳とか体操とか、スポーツサッカーとかやった方がいいんじゃないですかね。僕なんか野球しか周りがやらない時代だったんで野球やってましたけど。井口さんはなんか他のスポーツやったりされてる。あの両親がバレーボールやってたんで、はい、あの平日の夜はバレーボールやったりして。やってたんですか実際に。はい、そうです。受け手の方にいましたんで反応なんか結構良くなりましたね。なるほど、はい、レシーブやったんですね。守備だったり、はい、もう選球眼だったりにバレーボールが飛びついてました体育館で。やっぱり大事です。やっててよかったなと思いますか。やっててよかったなと思います。やっぱりバランスはね、野球以外でもっとこうなんかトレーニングされたみたいなところありますよね。やっぱチャンスがあるならね、ぜひね皆さんもいろんなことやってみて。環境だね、環境ね、やっぱり。いやでも大木さん、お子さんたち立派でした ね。なんか意識が高いですよ今、はい、みんな、ね、家ではどういう練習できますかとか ね、 ね、早く帰りたいと思ってましたから俺少年。毎日あの見通されて帰ってきました。時代が違いすぎて。さっきでもなんかいい質問ありますよね。寝転がって上に上げる。あれいいですよ。あれ僕もやってました。あれいいですか。あれ大人になってもやってました。はい、あれやっぱ感覚が、この感覚は出ると思います。大人になってもってことはプロになっても。やってました。やってました。天井に当たらないギリギリのところに投げるとかして必ず自分のこう顔の前に返ってくる。取れる。それ野手の方も。野手もピッチャーも。指先の感覚なんで、結構これは絶対やった方がいい、ね、あ、そうなんだ。いいことやってるなと思う、はい、さっき、はい、すごい、ね、なんか気づいたのか誰かに教わったのか。でもすごいですね、いずれにしても。じゃあ彼すごいね、もうやってんだから、ね、引き続きね続けて頑張ってくださいね。お二人ありがとうございました。小学生の皆さんもありがとうございました。バッティングの基本は素振りから。回数は多くなくてもいいので、とにかく強く振ることを心がけましょう。スイングはスマホのカメラで撮影して、自分の感覚と実際のバットの軌道にどれぐらいズレがあるのか、自分で知っておくことが大事ですよ。そしてコントロールを改善したいピッチャーの皆さんは、シャドーピッチングで毎回同じフォームで投げられるように繰り返し練習しましょう。その上で投げる時にホームベース側を見ない、目を切る方法も試してみてくださいね。テレビをご覧の皆さんも野球に関する質問や聞きたいことがありましたら、番組公式 X からご応募ください。お待ちしています。さあ、あっという間にエンディングの時間です。武田さん、井口さん、いかがでしたか。
いや楽しい話で、話三分の二で終わりましたけど。まだ話足りないですか？ YouTube でもやばいです。やばい話がそんなにあるんですね。今度やばい話の回作ったら。ちょっと待ってください。そしたら本当にピーピーになっちゃうんですよ。大丈夫かな？武田さんその腹あるからネタが。ちょっとお待ちしております。井口さんいかがでしたか？いや楽しかったです。まあ、武田さんと出させてもらってね、ちょっと昔のことだいぶ思い出しました。はい。理論深いですからね。なんかあんだけふざけてた武田さんもしっかりしてるんだなみたいな、ね、やっぱちゃんとしてるんだなと思っちゃったよ。ふざけてたら15年できない全部ふざけてなかったです。いやもしよかったらまたお二人いらしてください。ありがとうございました。オルガ夫人とめちゃくちゃ仲良かったから。次回のゲストは内川誠一さんと五十嵐亮太さん。ここにオルガいるのすごくない？すごい。もうその信号の秒数を計算してますもんね。そう、3、2、1ガラガラガラーとバスがドローン。次回もお楽しみに。